いただきます。パティーン、なんかあのね、中華屋さんだね。そうそう、ちょっとあのなんていうの、アンダーカッター、ね、野菜のうまみありの、うん、あ、なんかだいぶ意外な、見た目とちょっと違う。どちらかというとなんか馴染みのあるタイプの味。あれだけどシンプルに当たりだね。当たりだねこれ。当たりです今日。これめっちゃ当たりです。なんだろう、魚介系の味噌なんだけどクリーミーなんだよですね。あ、これ魚介なんだ。はい。優しめな味というか、優しい、丸い味。これは年齢層幅広く愛されそうな味だな。味噌通のサノッチも一目超えてます。いつから味噌通になったかは分からないですけど、確かに。なんかとろみのある野菜とろみあんかけ味噌スープ麺みたいな。なんか、うん、
なんか味噌タンメンみたいな、そっちな系かもしれない。めっちゃ栄養ありそうこれ。すりおろしてるんだけどちょっと残ってるぐらいかな。なんかあのジャンク系じゃないよねこれね、うん、ジャン体にいい系の。あ、分かる。多分風邪いてる時これ食べたら風邪治るんじゃないかな。マジで。今のはリアクション取りづらかった。サンダータンメン。これ？いいの使って。これなんかあの。味噌のなんか玉みたいな。ひき肉ですね。ひき肉、はい、めちゃくちゃ美味しいです。サーティワンのアイスみたいですけど、なんかパッと見はなんだよなんだよ。あ、うめえ、うまい、パンチが効く、ちょっと攻撃的になる。確かにこれお酢とかも試してみたくなるわ。そうそうそう、卵うまいのよ。あー、うめっ。あー、これなんか完成した。これこれ酸っぱくなったら本当にそれこそサンダータンメン。北海道味噌、八丁味噌、豚骨味噌、ごま味噌、最強味噌、めっちゃいろいろあります、ここ。なんか情報によると、担々麺も美味しいらしいんですけど、わかる？この感じで担々麺美味しいんだろうなって分かる。しかも中華出身の方だったらなおのことだよね、うん、僕の味噌人さんはお酢とこの玉で仕上がるな。これダメだ、もう味噌無双モード入った。あー、お酢好きなのよ俺、めっちゃ合うこれお酢が。兄貴上位来た時もラーメンショップで黒酢ラーメン食べた。好きなのよ酸っぱいの。終わりになりますが、またね、マックスの方が。
ありがとう。やさお。から裏方の方。てか俺、TKM まだ行ってなかったわ。食べた方がいい。でもうまそうですね。これ、次回来る子だったらマジ食べた方がいいよ。これはね、なんつうの、公認とかそういうんじゃなくて、うん、もうなんつうの、独自のレベルで、うん、え、なんか、いやもう専門店。今 TKM ランキングはちょっと変動ってなる。いやー、これはちょっと革命ですね。ちょっと革命の。しまったか、見つけちゃったか、これ。ちょっと出会っちゃった感はある。栃木暑いですね。激暑。ちなみにここは茨城。すいません、申し訳ない。いや、近いよ、確かに、ね、栃木近いっすよね。すいません、申し訳ない。いや、茨城暑いっすね。うん、暑いよ、茨城暑いよ。茨城きね。茨城行きました。行った。ちなみに余談だけどね。はい。格言の梅さんいるじゃん。はい。梅さん、つけ麺かな、一緒に食ったことあるんだけど、マジで早かった。言ってましたね。ビャ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 ってなくなった。
何て言うかよくわかんないよ。濃厚っていうからもっとなんか こってりなあれかと思ったら意外とクリーミーで本当に、うん、まろやかだよね。どうしても味噌だと濃厚だと刺激強めの、ね、ちょっと塩分ガーってこう先に来るようなのイメージしがちだけどこれ違うわ。これは味噌ポタージュみたいな。そうね。一つ取ってもうまいって思うんだよな。うん、なんか味はね、なんかね2段3段で攻めていくみたいな感じなんですよ。最初は優しくてふわーっていう香りが良くてっていう感じなんだけど、後からうまみがねずーしーってくるんだけど、でも最初にクリーミーでパッてこういなくなるんですよね。なんかすごい不思議だわ。はい、というわけで前半戦が間もなく終わるんですけれども、こちらね、あの味噌人さん、こちら濃厚芳醇味噌ラーメンって僕は食べてる、まあ、TK もどっちもデカ盛りなんですけども、普通はね、あの1人前でお出しあのされてますので、はい、あの変な意味であのご心配なさらずご安心ください。でですね、この濃厚芳醇味噌ラーメンだけではなく、全国各地いろいろな味噌を使った味噌ラーメンがかなり楽しめます。たくさんの種類が。なので、なんか味噌ラーメンのテーマパークというか遊園地みたいな感じで行っていただければなと思います。あとね、店内のポップですとかレイアウトとかもあの入っていただくと分かるんですけど、内装とかも ご家族でもすごい行きやすいような、なんかねすごいファミレスみたいな広さでしたね。なのであのぜひこちら結城市に行った際はですね、こちら味噌人さん行ってみてはいかがでしょうか。はい、それではここからは TKM 後半戦です。さてさてさて、味わってたいなこれ。
なるべくこの激うまのタレを。はい、というわけでここから改めまして僕のアフレコで、ご説明、かつ感想みたいなものをね、言いながら行こうと思いますのでよろしくお願いします。こちらの TKM がね、ゴールデンタイガーさんって埼玉県の熊谷にあるゴールデンタイガーさんっていう TKM 発祥のところなんですかね。ところのゴールデンタイガーさん公認っていう風に店内のポップあるんですけれども、僕一度ラスカル君に連れてっていただいて、ゴールデンタイガーさんの TKM をいただいたことあるんですが、めちゃくちゃ美味しかった。で、その次に、宇都宮の栃木の村岡屋さんっていうところ行って、僕が激ハマりした TKM のレモンっていう、卵かけ麺の、卵かけご飯 TKG の麺バージョンで TKM なんですけれど、そのレモン味が爆ハマりして村岡屋さんで、で、俺の頂点がそこになったんですけれども、こちら味噌人さんの TKM をまたちょっと別の角度から攻めてきてて、これはこれで美味しかった。でもやっぱそれぞれ特色がありますね。村岡屋さんはやっぱり麺がすごい甘みがあるというか美味しくて存在感強くて、でなおかつ、タレっていうんですかね、タレもあってあるプラスその油、香味油みたいなのがあって、なんかいろいろ使ってるらしいんですよ。その油がまた美味しくて三味一体でズキュンで、僕個人的に大好きなレモンが来ても完璧って感じなんですけど、ここの TKM はこっちの TKM で、なんかね、なんて言うんだろうな、味付けの感じがちょっとコクが強めというか、うん、だけどさっぱりいけて、で村岡さんは麺太めなんですけれど、こちらはまあこのこれぐらいの太さの麺と、またなんか別の角度で美味しかったなっていう感じでしたね。なんかやっぱそれぞれ特色はあるんですけど、やっぱどれも違うと。ちなみにこちらの味噌人さんが TKM を始められたきっかけって、僕いろいろこれね、話聞きながらこうやってるんですよ。例えばなんかお母さんもいらっしゃって70歳超えててすっごい元気で働かれててみたいな、でもともとここをお店をやられた経緯とか、いろいろ店員さんがすごい丁寧にご説明してくださっていろいろ聞いてるんで、その中で TKM 始めたきっかけを聞いたら、小山のね、ラーメン、つけはくみたいのがあったんですよね、確か小山で、栃木県の。そこでこのゴールデンタイガーさんの TKM を食べて衝撃を受けたらしくて、それでやりたいってなって、いろいろ試行錯誤して完成したのがこちらだと。でね、ほんと申し訳ないんですけど、僕食べるまでは正直ちょっと勝手に僕の中で村岡井さんが頂点だと思ってて、でその TKM、あれを超えるのはみたいな、やっぱどうしてもやっぱなんか無意識になんか感じちゃってる部分があったんですけど、なんかね、完全にいい意味で裏切られましたね。あ、これかみたいな、びっくりしました。だから僕の個人的な刺さり度で言うと、濃厚芳醇味噌ラーメンあれなんですけど、僕は TKM の方が刺さった。TKM と濃厚芳醇味噌って絶対これ TKM じゃなくて味噌ラーメンの方がメインなんですよ、多分味噌人さん的には。だけど僕は正直 TKM の方が刺さった。でこれが飾り包丁で今味玉食べてます。というわけで、そんな感じでした。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に、なんかこう、美味しかったんですけども、中でも僕は、味噌ラーメンも美味しかったんですけど、やっぱね、TKM がちょっとね、やっぱすごい好みな味というか、すごいなんか好きでした。あと味噌に関しては、なんか思ってたよりもだいぶ本当にクリーミーで、なんか味噌ポタって感じの食感も、で麺チュルチュルでとても美味しかったです。なんか毎日食べても飽きない系の味だなと思いました。それになんか食べるとうまいプラス体に良さそうっていう感じ、物足りないとかじゃなくていい感じに入ってくる感じっていうんですかね、ちゃんとうまみもあるんで、もしよろしければこちら結城市にございます味噌人さん来てみてはいかがでしょうか。という、本日は私マック鈴木とサノチがお送りさせていただきました。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。バイバーイ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。